どうもエルザレットです。今回は宵宮の武突運用検証をしていきたいと思います。まずは雷電将軍と戦っている時の動画をどうぞ。それでは宵宮の武突運用検証について、今回はこのような流れでやっていきたいと思います。1ステータスとスキルの基本情報、2生物厳選武器選びについて、33種類の編成を試し、4最終的な使用感と運用難易度となっています。まずはレベルによるステータスの変化というところです。基本 HP はレベル90の時でも1万のほど、攻撃力は615、防御力は323となってます。ステータスを見る限りではかなり防御力が低い、耐久値が低いというところになっていますので、プレイヤースキルがとても重要なところになると思います。耐震率に関しては 19.2% レベル80で突破と最大値となるため、この辺りで、止めるのも問題はないかと思います。ただしここまで上げた方が他の武器との相性とか、生物の相性などでも見ることが可能ですので、80をラインにする方がいいと思います。では続いて、通常攻撃スキルなど見ていきましょう。まずは通常攻撃です。宵宮の通常攻撃は5段攻撃となっています。1段目4段目、こちらに関しては2発ずつ攻撃をすることは可能なので合計で7発となります。一番の特徴としては5発目ですね。5発目で最大ダメージ、パーセントテージも上がるようになってます。ダメージ率も上がりますので、5発目まで打つのがとても重要となります。銃撃に関しては追尾型のものが発生し3つほど飛んでいきます。ただこの追尾型に関しては必ず狙った相手に飛んでいくっていうわけではなく、近くでやったりとか、当たらない、通り過ぎていくっていうこともあります。では続いてスキルです。スキルに関しては自分に炎属性を付与し攻撃力をアップするという方法になります。攻撃力に対し 158.8% などの倍率がつきます。通常攻撃を基本としているので、攻撃力が非常に重要となります。またスキルが10秒と長めになっており、他のキャラのスキルと組み合わせがしやすくなっています。ただしクールタイムは18秒となっておりますので、ここで8秒間どういう風に動きを変えるかというのが重要になってきます。この元素スキル発動中なんですが、銃撃による追尾弾がなくなります。なので銃撃主体戦うよりかはスキルを使って通常攻撃を連打するというのが非常に重要なキャラとなっています。続いて元素爆発です。元素爆発については倍率がとても低めとなっています。一発で 207% というところなので、爆発を使って運用するというのはちょっと厳しめとなっています。でこの爆発の特徴としては、爆発を1体のみ当てるとルキンの炎というのが発動します。これは継続時間が10秒となっており、倒した敵に移動することも可能です。2秒に1回のペースで炎元素ダメージを与えるということが可能です。ですがスキルのダメージがやっぱ低いので、使い方としてはそこまで優先度が高いものではないかなと思います。それでは続いて宵宮との相性のいい生物を見ていきましょう。左から順です。しめ縄、余興、ひまじょとなります。まあ、理由としましては、宵宮の攻撃主体が通常攻撃、スキルを使った通常攻撃となりますので、しめ縄を使った方が火力が盛りやすいっていうのがあります。よく使われているものですね。おすすめとしては星5ぐらいです。まあ、爆発の回転は落ちますが、そもそも爆発ダメージが高いというわけではないので、そこまで気にはならないです。余興に関してはちょっとしめ縄の妥協といったところになります。まあでも十分余興でも使えます。運用方法はしめ縄と同じです。ただスキルが常に発動しないので、しめ縄には劣る可能性が出てきます。最後ひまじょですね。おすすめ度は低くなります。水元素と反応を合わせて使うなら OK です。火力をちょっと盛るとかそういう分にはいいですが、生物の厳選がかなり厳しいものだったりしますので、まあまあ余裕があれば使用するのはありというところです。ただその厳選というところで言うと、しめ縄に関しては
絶縁と合わせることも可能ですので、まあ、しめ縄を厳選した方が2人分の生物が揃っていいのではないかと思います。続いて生物のステータスです。個人的にはこのような生物のステータスがベストなんではないかと思います。花、羽に関しては HP 攻撃力、固定となっています。で、砂に関しては攻撃パーセント、灰に関しては炎元素、カムリに関しては会心ダメージとなっています。カムリに関しては、武器によって変わりますので会心率でも可能です。サブ候補としましては、基本的に元素チャージ、会心率、会心ダメ、元素熟知でいいかと思います。まあ、元素熟知、に関しては蒸発を狙っていくときにやっぱダメージが上がりますので、まあ、少しでも漏れるようであれば持っていくというのがベストです。続いて相性のいい武器です。相性のいい武器は星5から順に並べています。やっぱり持ち武器、というところであると嫌いですね、こちらは必須か、持てるのであれば持った方がいいかなというところです。で、次に急増ですね。星4武器の急増でも十分火力が出ます。星5でそもそも持ってないよという方は急増を使うといいかなと思います。で、その次に星3の弾球ですね。こちらも倍率が通常攻撃に乗りますので、しかも星3でゲットもしやすいというところありますので、弾球を使うといいかと思います。左上から順に優先度が出てくると。で、今回弱水が入ってるんですが、まあ、イエランで弱水を狙った方もいるかと思いますので、会心ダメージを盛るというところだけを狙うのであれば、弱水もありです。ただしスキル、その武器の特性を使うことができないので、まあ、そこまで効果は、火力がすごく漏れるというところではないです。では編成を見ていきましょう。宵宮の編成例1ですね、今回は蒸発です。宵宮、ゆくあき、イエラン、ベネットとなります。生物は火器のようですね。しめ縄、絶縁、絶縁、吸気族となっています。まあ、目的もダメージアップであったり元素チャージ、あとは攻撃力のアップと、そういったところになります。で、このパーティーのいいところとしては手数で押せるというところですね。あとはベネットの回復、ゆくあきの耐久性、中段耐性もアップするので、宵宮の攻撃は最後までできるということです。5段攻撃目までをしないとなかなか火力が出ないキャラなので、攻撃を遮られる、止められるというのは、とても厳しいところになります。続いて運金運用のパターンです。で、今回、運金、イエラン、ベネットとなってますが、イエランのところは行く空きでも可能です。そうなると星4編成ですね、でも可能となります。運金を新しく入れた理由としては元素爆発ですね。運金の元素爆発によって通常攻撃に運金の防御力を、まあ、加算というか、プラスダメージをアップにつながりますので、その元素爆発を活用したものとなります。手数は行く空きを入れた時よりかは劣りますが、そもそもの火力が上がりますので、こちらでも十分運用が可能です。ただし行く空きの中断耐性がないのでかなり避けるという必要が出てきます。ちょっとでもミスると宵宮が一瞬で消えてしまう、溶けてしまうということもありますので、プレイヤースキルは求められるものかと思います。続いては蒸発か不可のパーティーです。宵宮に対してゆくあき、フィッシュル、ベネットとなります。まあ、フィッシュルは普通に生物も出せるというところで大丈夫です。で、このパーティーの強みとしてはゆくあきの中断耐性を持ちつつ、フィッシュルの雷属性によってカフカと蒸発を両方狙えるというところです。これが結構な手数が出るようになってまして、正直蒸発パーティーですね、最初に紹介した蒸発パーティーでも十分手数は負けないぐらいになります。もちろん後半のバフがかからないとかあるんですが、まあ、だいぶダメージも通りますので、こちらのパーティーはかなり優秀です。中断耐性を持ってますからね。ゆくあきの中断耐性、ベネットで回復、フィッシュルで、元素爆発を狙う、元素過負荷を狙うというところになります。で、フィッシュル自体がかなり元素チャージ効率もいいので、このあたり組み合わせも楽になると思います。では続いて突効果です。星座1に関しては元素爆発のルキンの炎ですね。こちらの継続時間が伸びるというところです。
で、その後、倒されると20%攻撃力が上がるというところで、まあ、ちょっと底上げの部分というところです。ただ元素爆発をそこまで使わないところもあるので、使いどころが難しいところもありますね。特にボス戦ではここの効果は見込みにくいです。で、2番目、炎元素ダメージで回心が発生したときに6秒間炎元素ダメージがアップすると。これはもう火力底上げですね。なのでこれ2までするとかなりダメージが変わってくるところではないかと思います。3に関しては元素スキルのレベルアップですね。で、4に関してはルキンの炎が爆発を起こすとスキルのクールタイムが縮むと、というところになります。星座5に関しては元素爆発のスキルがプラスレベル3と。で、最後6ですね。これ宵宮自身の通常攻撃は 50% の確率で矢を1本追加する、追尾弾が1本出るということですね。本来の 60% のダメージを与えるので、このダメージは通常攻撃ダメージとみなされる。まあ狙うならまず2凸までというところですね。十分だと思います。6凸はね、なかなか難しいと思いますね。ちなみに、無凸使ってますが、ダメージに関しては十分です。はい、5、6万普通にボロボロ出てきますので、今回紹介したパーティーとかですね、別に凸しなくても今のところはいいかなというところです。では最後に総評ですね。無凸を使った感想としまして、火力を出すために攻撃は5発目まで必ず出すというところです。敵の攻撃とかのタイミングもあるんですけど、どうしても回避をしてしまったりとかすると5発目の火力が出ないんですよね。1万2万しか出なくて、一番いいところの5、6万のダメージが出ないっていうこともよくあるので、まあ、これに関しては勝利とかシールド系のキャラを入れてあげると一番いいかなと思います。蒸発を狙ってサポートと連携する、基本的にこの動きですね。宵宮単体でも火力は出ることは出るんですが、やはり蒸発、今現在は蒸発がかなり強い状況となってますので、蒸発を狙って味方と連携を取ることが必要だと思います。ゆくわき、イエラン、この辺りと連携できるといいですね。まあ、最悪フィッシュルと2人でカフカを狙うというのもいいかと思います。ただ蒸発ほどはダメージが出ないですね。では3番、耐久値が低いのでプレイヤースキルが必要か、シールド持ちを入れる。1番目でも紹介しましたが、耐久値が本当低いので一撃でやられるということが多いです。それに5発目まで集中して攻撃しようと思うと、どうしても避けきれないこともありかと思いますので、火力を出す意味でもプレイヤースキルかシールド持ちは入れるのが一番いいと思います。4、味方の相乗効果をうまく活用しようと。これに関してはバフですね。運金とかが一番いい例です。ベネットに関してはベネットも入れれば元素共鳴で攻撃力が上がったりという特典もあります。そういったところをうまく使って宵宮の火力を上げると、蒸発のダメージがさらに伸びるというところになります。それでは今回ここまでです。ご視聴ありがとうございました。